現在の時間がですね10時14分ということで、無事保安検査場も通過して、入場ゲートというか飛行機乗るとか前やってきました。さあ今回ですね、バルト君と一緒にこれから飛行機に乗ってドイツ経由でオランダ行ってきます。ちなみにコハロンさんは、ね、はい、荷物検査のところで水日本持ち込んでくれ、いやそういうの言わなくていいでしょう。ありがとうございます。とれたかありがとうございます。さあこれからご飯食べて空港乗り、飛行機乗ります。11時26分、これから搭乗です。また長時間のフライトになります。ショウヘイオオタニ、プレミアムエコノミーの席です。 Yes、 ありがとう、ありがとう、 Thank you、 Yes、 Thank you。 こんな感じです。いや広いな、広々とした席です。いやおはようございます。さあ今現地時間の7時だから日本だと1時ぐらいかな。いやフランクフルト空港着いたんですけど、めちゃくちゃ暑いですわ。35度ぐらいあるそうです。乗り継いでアムステルダム行きます、オランダに。トランジットももろもろ終えまして、今ちょっとバルト君とドイツの空港のお店で、ちょっと軽く飲みたいと思います。乾杯。うめえマジでうめえ。ダンクシュン。そしてパンもいただきます。1リットルのエビは珍しいスヌーピーです。いやいや、おはようございます。さあ現在が10時半です。やっとアムステルダム着きました。16時間ぐらいトータルかかってます。これがアムステルダムの空港です。これからしっかり荷物あるのか確認してからホテルに行きたいと思います。お、来た、よしよし、ありました。よし、無事に本当に荷物一緒に持ってる行きます。いや嬉しい、こんな嬉しいことないですね。唯一と言っていいかもしれないです、オランダ在住のちょっとコアラの方がちょっと出迎えてくださって、いやありがとうございます。今回もアヤックスのこれは去年22-23シーズンのアウェイユニフォーム、23シーズンのユニフォーム、かっこいいね。オランダのコアラと回ることできました。やってきましたアムステルダム。さあ空港の周りですね、こうちょっとギラついた夜の街が非常に盛り上がっております。さあ現在の時間がもう12時近くということで、なんやかんや両替とかねしてたらこんな時間になってしまいました。これからウーバーに乗ってですね、いよいよ本日の宿ホテルに向かっていきたいと思います。やっと着きました。今回泊まる宿がホテルキプトンデウィープ。なんかでも街がちょっとなんか甘ったるい匂いする感じはちょっとあるよね。あるよね。もう疲れたんでホテルチェックインしていきたいと思います。おはようございます。さあということで、いよいよホテルの部屋入っていきたいと思います。これから入ります。どんな部屋なんでしょうか。ダブルベッド、広ベッド、いやベッドめっちゃ広いわ。イエー。そして It's a bathroom。 おしゃれな雰囲気です。バスルーム、シャンプー&リンスもあって、そしてここもおしゃれなね絵が飾ってあります。さらには外の景色は、ちょっと失礼します。エスプレッソ、コーヒーメーカーもあります。コーヒーのカプセルもここにあるわ。ちょっと外散歩しようかなと思ったんですが、ちょっとさすがに疲れたんで今日は明日につないでゆっくり眠りたいと思います。移動日お疲れ様でした。また会いましょう。さよなら。おはようございます。現地時間の今7月12日の6時20分です。いやーちょっとねさすがに昨日疲れたんでもうがっつり寝ようと思ったんですけど、なんかもうちょっとやっぱ今日ダービーなんでちょっと変にちょっとソワソワしてきちゃって、この後東京ダービーがねあるんで興奮して起きちゃいました。ちなみに外の景色こんな感じです。いいね、素晴らしい景色です。 Hello, good morning。ということで、このネスプレッソマシンがあるので、こちらでコーヒーを飲んで一日を始めていきたいと思います。あれ、量ってこんなもん。濃っ。うまいけど濃いわ。なんでこんな濃いの？現地時間7時18分です。ちょっと朝の散歩ね、配信しながらやってました。いやでもオランダの街並みめちゃくちゃ綺麗ですね。こんな感じで。スモー寿司グリルレストランという、もういかにも海外の日本食っぽい名前の店を見つけました。
朝ね自転車で通勤とかかなしてる人もすごい多いですし、あと家がなんかこういわゆる細長い感じの家、めちゃくちゃ綺麗だよね街が。こんな感じですね。この後はホテルに戻って朝食食べたいと思います。現在の時間が7時半ぐらいなんですけど、これからバルト君と朝食なんですけど、こんな感じであれですね、バイキング形式ですね。こんな感じでメニューが並んでて、そこから自由にまとっていくという感じです。ヨーロッパの朝食って感じですね。これから食べましょう。さあということで一発目の朝食はこんな感じになりました。ちょっと調子に乗ってたくさん取りすぎてしまいました。そしてオレンジジュースです。うまっ、オレンジジュース果汁 100% 超えてるかもしれないですねいや、っていうぐらい。めちゃフォークとフォーク持った寝ぼけてます、これ。さあ現在の時間が9時半になりました。もうすぐに東京ダービーあるんですけども、その前に、この小原線のね衣装に着替えてヨハン・クライフ・アレーナに行っていきたいと思います。さあこちらがアムステルダム中央駅周辺となってますね。もうこの駅を周辺に非常に街が栄えてる雰囲気があります。いやめちゃくちゃ綺麗な景色、海もあるし、ぜひとも駅の中入ってみたいです。さあこちらが東京駅のモデルになったアムステルダム中央駅ですね。いやめちゃくちゃ外観綺麗です。おお、駅の中こんな感じですね。こんな感じで行き先書かれてますね。さあ現在の時間が10時半ですね。現地時間のヨハン・クライフ・アレーナアヤックスのホームスタジアムにやってまいりました。でかいな、形がかなり特徴的な形してますね。日本のスタジアムではあんまりこういう形見かけないような感じの、周りのこの色合いもいいですね。さあご覧の通りですね、アヤックスのロゴが入ってます。ヨハン・クライフの銅像が立ってますね。まあまさにこのスタジアムにとって、まあ、オランダのサッカーにとって象徴的な存在の一人です。いやこれはサッカーマンにとってはたまらないシーンじゃないでしょうか。そしてこちらにはアヤックスのファンショップ、ピッチショップもあるので、この後見ていきたいと思います。アヤックスショップでマイオンメンバーへのお土産も買いました。スタジアムの正面のところでクライフさんというか正面どんな映像なのか見て戻りたいと思います。ホテルにスタジアムこのヨハン・クライフ・アレーナの正面、ヨハン・クライフの絵がねちょっと迫力ある絵があります。今度来るときはぜひアヤックスの試合見たいですね。さあということで現在の時間がですね3時半ぐらいになっちゃいました。当初は2時過ぎには合流する予定だったんですけど、ちょっと東京ダービーがちょっとまさかの PK 戦で10人近くまで行くというとんでもない展開になって、ちょっともうホテル出禁になる可能性が出てきました。あまり喜びすぎてバルト君本当申し訳ない、遅れちゃって全然いいぞ。ありがとう。それではこれからちょっとね、まあ中心街をこうブラブラしながらいろいろ散策して、夜は交流会があるのでそこまでちょっといろいろ街をね探索していきたいと思います。クロケット買ってみたんで食べてみたいと思います。なんかちょっとカレーっぽい風味あるな。カレークリーム肉コロッケみたいな感じだね、うん、まあ、めちゃくちゃクリーミーで美味しいですね。これは軽いお湯ご飯とかにいいかもしれないです。サッカーショップのコパさんというところ来てます。店内で撮っていい許可もちゃんと取りました。クラシックなこうサッカーアパレルとかそういうものがたくさん並んでて、なかなかすごいですね。店内めちゃくちゃ広いです。フィファクラシックス、おお、かっこよ、はい、青赤ですね。これどこで日本語だろう。お、ここら辺はマラドーナかな。バルト見てよこれ、頭突きの T シャツジダンがマテラッチにこう頭突きした時の T シャツになってる。見てくださいこれ、平日の昼間とは思えないような観光客。いやオランダすごいね。この裏路地がすごい趣ありますよね。めちゃくちゃいいっすよね。ラーメン屋さんもあります。こんな感じでいいっすね。行列ができてるポテトフライ屋さんがあるということで、試しに買ってみたいと思います。見てください、これ一番スモールサイズで Like my face、 僕の本当顔の長さぐらいめちゃくちゃでかい。フリッツァなんちゃらソース、いただきます。うん、ちょっと舐めてたかも
今失礼な言い方です、ちょっと観光地のポテトみたいな感じ、若干ちょっと舐めた部分あったんですけど、お芋自体がめちゃくちゃサクサクホクホクしてて美味しいですよねこれ。そうですね、うん、なんか俺はアムステルダム来た時、家族やね、彼女さん、奥さんと一緒に食べてみたらいかがでしょうか。僕ら男二人で食べたいところだ。What team do you support? Ajax, very good. Please tell me the player. Japanese football player. Any football player do you know? Japanese Kokisaito. Kokisaito, you know? Yeah. Sparta, Rotterdam. Oh, that's Doha. Yeah, thank you. Yay! Please tell me any Japanese football soccer player you know? I don't know any. You don't know? But you're so beautiful. Thank you. Oh, thank you so much. Bye bye. Thank you so much. さあ現在の時間がね夕方の6時なんですけど、これから FIFA のこの新しいメンバーとの交流会があるということでお店に入っていきたいと思います。こんな感じですね、めちゃくちゃ素晴らしい。ここで各国のユーレさん集まってます。はい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 、おはようございます。ということで現在の時間が9時4分です。まあ、昨日は、ね、交流会の後も少し、夜道を散歩して、そして朝を迎えました。さあここからがいよいよ本番の始まります。今日からね、EA スポーツ FC さんの最新作のイベントもあります。そして今日まずですね、午前中はなんとアヤックスさんのユースかなの練習場に参加してサッカーができるということで練習場に向かいたいと思います。このバスに乗ってこれからアムステルじゃないアヤックスの練習を迎えたいと思います。すげえ派手。はい、 I wanna win, just win, let's go!1本で、ね、壁で止めることができたんで役割果たしました。ここは僕が蹴ります。いや、フェルスラウンドのプレッシャー。You're already offside, right? Yes. Yeah. Alright. See! おぉ、おぉ、シューファンデルファルトさんサインもらいたいと思います。Best team ever. Yeah. More drinks play on. Once again, the bus is ready, waiting for you.いただきました。ファンデルファルトさんからサインもいただきました。今日のお昼なんですけれども、こちらですね、まあ、運動の後ということなんで、しっかりお肉とかブロッコリーで、鉄分とかを取りながら、サーモンですね、鮭でしっかり栄養分も補給してこの後に備えていきたいと思います。さあ現在の時間が4時14分です。さあこの後いよいよね、EA スポーツ FC のこの最新作、おなじみのこのタイツでイベント行っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ現在 EA スポーツ FC の発表会の会場に来てます。いや、ものすごい盛り上がりですね。会場こんな感じですね。もう各国のプレス、インプレーションの方が集まってます。Precise animations ever. We can now see a play happen
in real time. こんにちは。I love Japan. I'm. You should pray. Esports SC FC 24. Okay. Thank you. Check it. やばすぎるでしょ。さすがに。マジか。さあということでですね、各リーグのトロフィーがなんとこちら並んでるということで、これも本当すごいことですよ、マジで。まずはこちら、ブンデスリーガのトロフィーです。おー、こちらリーグオン、そしてこちらがウェファーチャンピオンズリーグのトロフィーです。これはやばいね。チャンピオンズリーグ、すげえ。プレミアリーグ、さあこれから自分の動きに合わせてハーランドさんが動いてくれる、この技術に挑戦したいと思います。もうちょい行くんじゃないですか。ハーランドがここ、なんとハーランドにコハロンポーズさせてしまいました。ありがとうございます。はい、どうもおはようございます。さあ現在の時間が7時半ということで、本日がですね7月の14かな、ということで、このオランダ滞在で言うとね、もう明日移動日なんで最終日となります。もう昨日はね、もうあまりにすごいイベントがあって、いやその後ね、ゲーム画面は今実際見せられないんですけど、バルト君と対戦したり、サッカーキングの編集長のサッカーキングの編集長の小松さんとベータ版の対戦をさせていただいたり、まあめちゃくちゃ素晴らしい一日を過ごさせていただきました。さあ今日はこの新作の細かい機能とかね、どういうところが変わってるのかというところを、また同じイベント会場でいろいろ聞いていきたいと思います。今日も楽しみです。これから朝ごはん食ってまた会場に向かいたいと思います。最終日です。さあ現在時間が12時17分ですね。開発者の方のプレゼンテーションを聞きまして、まあいろいろね FC24 の新しい分についても聞いてきました。いやさあここからは前回と同じ会場のところでまたねちょっとゲーム触ったりしていきたいと思います。まずはこちらのお昼ご飯食べていきたいと思います。今日はケバブです。 Welcome to the clubhouse, ladies and gentlemen. This is amazing. I'm honored to hear in. I'm from Japan. My name is Akira, Vice President. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you. さあ間もなく時間がね3時半になろうとしてます。このお世話になった e スポーツ FC24 のこのイベント会場からもお別れになります。本当にね素晴らしい体験をねさせていただきましたし、これからの発売に向けて本当楽しみになってきました。 e スポーツ FC ありがとう。これから宿に戻りたいと思います。いよいよね、今時間が7時ぐらいなんですけど、いよいよ最終日の夜のお別れパーティーということで、パーティー会場にみんな集まってきています。さあこれが寿司ですね。オランダの寿司どんな味するんでしょうか。さあ醤油もつけて、ちょっとじゃあわさびもつけていただきます。これはマグロご飯だ。本当に米を食べられる喜びを感じます。
さあということでね、もう現在の時間がもう1時前ということで、まさかの EA の方にもお付き合いいただきまして、本当すいません。ありがとうございます。飾り窓地区 の、 あのカラオケバーで、いや本当にね、いろんな国の人がいてちょっと盛り上がって、あのこういう写真今出てると思いますけど、マスターの女子もすごいいい子でめちゃくちゃ楽しめました。帰って荷造りして休みたいと思います。マジで最高の夜でした。ありがとうございます。さあ現在の時間が朝5時半ですね、今日8時30分か40分ぐらいの服を着て、服を着てね、飛行機に乗るので、なんとかね、もう、朝起きて、パッキングとかね、荷物の整理とかしました。ということでこの後飛行機に向かっていきたいと思います。オランダの最後の食事は、こちらね、スモークサーモンサンドイッチ食べたいと思います。ちょっとね、今向かいのバルト君がクレジットカード、あのコーヒーショップにそのまま決済したのを忘れてたってことで、なんか優しい店員さん届けてくれたということだけど、もうこれはだいぶ来ちゃってんじゃない、これバルト君大丈夫そう、これ終わりかけてますね。さあということでね、ミュンヘン空港でまだ、トランジット次の時間はあるので、ちょっと軽食を食べてね帰りたいと思います。ビールです、ドイツビール。さあ現在の時間が日本時間の9時20分ということでね、無事羽田空港に帰ってきました。今回荷物も無事届きました。私スルトンタのこの明太子うどん好きなんで、今回これ一発目したいと思います。いや日本の食事うま、最高です。さあということでね、またこの羽田空港国際ターミナルのこの鳥居のね前に戻ってきました。バルト君お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやまあまずはね、無事荷物を含めてまあ一応健康な体とこれ戻ってこれたことをね、本当に嬉しく思います。そして、改めましてちょっと今回ね、こういった形で招待していただいたイエさん、本当にありがとうございました。さあということで、我が家天守閣でございます。イエさんのオランダでのリリースイベントの Vlog ご覧いただけましたでしょうか。もう改めてね、イエさんがこの FC24 という最新作にいかにこう力を入れてらっしゃるかっていうのは分かったかと思います。もうあれだけの素晴らしい会場に世界各国からいろんなインフルエンサーが集まってですね、さらにハーランドさんをはじめとしてもうとんでもないゲストがたくさんいました。もう EA さんがいかにこの最新作に力を入れているかということがもうひしひしと伝わってきましたね。実際にオランダでベータ版プレイさせてもらってるんですけれども、もうリアリティが増していて没入感がすごいです。まあ動画でも紹介したようにハイパーモーション V をはじめとした最新の技術を使って、もう細かい選手の動きまで再現されていて、とんでもないリアリティ。今までこのシリーズプレイされていた方もそうでない方もハマること間違いなし。まあその他にもね、プレイスタイルという各選手の個性をゲームの中ではこうリアルに出してくれるような機能ですとか、まあさらに UT ではですね、男女混合の夢のチームを作ることができるようになったりと、最新機能も目白押しです。 FC24 来月9月29日発売になります。僕らもちろん買っていろんな企画やっていこうと思いますので、ぜひ皆さんも一緒に楽しみましょう。以上、天守閣からお送りいたしました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。 FC24 この動画いいと思ったら高評価お願いします。